こんにちは。超面白バズバズアカウントのバーチャルeゲーマーです。バズバズ。本日もですね、現実に存在する変則的な橋をゲームで再現することで、道路構造物に対する理解を深めていこうと思います。無限に深めていきましょう。ということで本日は、これです。ところは、愛知県東海市。我らが愛知が世界に誇る、加計公園と大久保公園の間に架かる、歩道橋です。名称はメルヘンブリッジ。見ての通り、アーチを2つ重ねた珍しい形で、縦方向の材、すなわち延直材が2本しかない、すっきりしまくった構造ですね。桁も平坦に近いアーチ状になっているようです。なんだか頼り投げな、構造に見えますが、アーチの部材が太く、かつ歩道橋で桁の復縁が狭いので、成立しているのかな。延直材は、左右に細いのが1本ずつ。見てる分には、ものすごく頼り投げです。実際のところ、どうなんでしょうか。ということで再現していきましょう。使うのは、橋シミュレーションゲームのポリーブリッジ2。構造計算とか、全然わからないので、まあ、見よう見真似で。できました。左右の延直材は、とりあえず省いてあります。その状態でシミュレートすると、まず中央部がパカッとぶっ壊れ、中央左の区間に差し掛かったところで、桁が大破。それを皮切りに、全体が崩壊しました。あの頼り投げだった延直材で、これがどこまで変わるでしょうか。多分延長を負担する材だと思うので、ケーブルで接続してみましょう。どうだ?まず中央が、壊れなくなりましたね。そして、中央左の区間は、耐えてます。やったね。先ほど中央が壊れたのは、桁がたわんでしまい、その歪みが中央部に押し寄せたからで。中央左が壊れたのは、単純にこの部分だけ、支えがなかったのと、この辺りでカクッと折れ曲がっているので、負担が集中しやすかったためでしょうか。手薄な部分について、アーチから吊り下げるように延直材を接続し、強度を確保。それにより、橋全体の揺れ、たわみも少なくなり、中央部がしわ寄せを受けることも、なくなると。そういう合理的、クリティカルな縦の鉄骨だったわけですね。よう、できとる。まあ今回、実物のスケールを全然再現できず、中央部が、かなりキュッとしちゃったりしたので。構造の細かい事情は、同じとは思えませんが、まあ、なんとなく橋のこと、分かれた気がするから。よかったと思う。もっと分かっていきたいね。ということで次回もですね、その辺の変則橋梁を、適当に再現して、ふんふんうなずいていこうと思います。また見てねー。